しい。はいさーい。こんにちは。マキシです。山田です。このツーショット初めてだね、この並びね。ないね。レアだですね。だいぶ恥ずかしいね。まあ、ゲーム実況をしたいなと思って、まあ、その準備段階。ね、まずそのそっからね、そっからやろうかなと、その動画を今から撮ります。はい、でゲームは3つに絞ってたんですよ。ファークライってやつか、その、ね、ディビジョン、何をやるか、そうディビジョンってやつか、でアサシンのオデッセイっていう、で3つに絞った中、俺が選んだのはこれ、ファークライ。ファークライ、ファークライをちょっと、ね、ニュードーン、そうニュードーンをまず一発目やってみようかなと思って、基本的にはなんか自分たちの基地があって、そこを広くし、まあ良くしていく、だから資材とか集めたりとかして、まあ敵から奪ったりとかして、まあ、広げていくっていう、まあで何ジャンルで言うと、オープンワールドのゲーム、そのまあどこでも行けるみたいな、車乗ったりとか、あ今流行ってるやつが、流行ってるやつ、俺はそういう系が好きだから、そういう系をちょっとやっていこうかなと思って、はいはい、でまずそれをするには、まあね、繋がないといけないと、全画面にちゃんとゲーム画面が映るようにしたいんで、まあ、その、ね、準備段階を今から山田樹さんとやっていこうかなと。 だからパソコンからゲームに接続するくだりとかは俺がメインでやろうかなと思ってます。ゲームするのは俺がメインで、実際プレイするのは俺がメインで、まあ、どんな感じになるか分かんないですけど、まずは準備からやってきますか。そうだね、キャプチャーボードっていうものいや俺もそのゲーム配信なんて初めてだから、だからどうやらそのパソコンの画面全体をこれにこれで映せる、これでそう録画できるらしい。すごいね、こんなちっこいのでできるからね、うん、ちょっと今からそうちょっとやっていきたいと、セッティングをしていきたいなと、はい、でこれをつなげるってことでしょ。プレ4をつなぎます。つなぎます。アウト。だからあれはさっきの力どっちなんだろうな。録画する映像が落ちるってことね。こいつ自体は変えれないってこと。だからどうやって出力したら、これをさらに経由してこっちに行ってんのか。いやシビア。だいぶ進歩しましたよ。もしもし、繋がったね山田さん。いや、どんな何時間かかったここまで。喋りながらできるってことか。どんな何時間かかったここまで。これをどっかに置きながら喋ればいいってことか。どう？音入ってる？お、ちゃんと入ってるね。ついにできたよ。来ました。はい、カルミナライちゃんです。これいいんじゃないですか。なんかいちいち、ね、スマホ見るよりこっちの方がいいかもしれない。セッティングのみで3時間使いました。この感じでのね、収録なのか配信なのかになります。行ってきましょうよ。現場から以上です。またお楽しみに。そしてドクターに暮らしチャンネル登録よろしくお願いします。